セリフあるぞ。それ、あえてないでしょ。考えてるよ。何も浮かばないんだよ。気のせいかな？このパターン、前にもあったよね。あ、何？空から音がしてますよ。え？これは？音止まらせないぞ。そう言われてもな。これかな。つながった。え、出る？チップ、つながったよ。ねえチップ、もう早く出てよ。チップ、空に大事なことを伝えようと思って、これからも大事なことを伝えることになると思って、このモバイルポータルをとりあえず空に渡してほしいってイエンジット様のところに送っておいたんだ。写真も撮れるよ。おお、やっと完成したんですね。これを持っていれば遠くにいても会話ができるし、我がジミニーメモもパワーアップしますよ。へえ、そんなに便利なものなんだ。それで大事なことって？前の眠りの世界の旅でリクが賢者アンセムから託された空の心と記憶に関するデータがあったんだけど。アンセムカード。うん、僕たちがアンセムコードと呼んでるデータの解析を進めていたんだ。データは暗号化されていて、まだ一部しか解析されていない。誰？ああ、本体の方とは初めましてだったかな。僕はイエンツォ。エレウスも一緒だよ。エレウス、ロクサスの本体だからって気にすることないだろう。ともかく、君たちが僕たちのノーバディを倒したおかげで人間として復活したんだ。最初はノーバディになることを望んだんだけど、僕たちも結局ゼムナス、いや、ゼアノートに騙されていたのさ。え？ってことは13機関だ。違うよ。僕たちはもうゼムナスやゼアノートの支配下にない。人間だった頃と同じ、純粋に心を解明しようとするガクトに過ぎないよ。信じられない。でもアクセルは僕たちを助けてくれたよ。僕たちも君たちのようにこの世界に連れ戻したい人がいるんだ。それにはお互い協力した方がいい。早速だけどソラ君、君に関する興味深いデータがアンセムコードから解析されたんだ。俺に関すること？うん。我が師賢者アンセムは君の記憶を復元する過程で君の心を調べていたらしい。そして発見した。どうやら君の心には君とは別の心があるらしい。別の心？あれ？そら驚かないんだね。うん、俺なんとなく感じてたんだ。俺の心に眠る心、それは多分ロクサスの心だ。そして帰りの中にはナミネがいるはず。なるほど、自分の心は自分が一番理解しているか。実を言うと僕たちにはまだそこまで結論を出せていなかったんだけど、しかし興味深いね。本体とノーバディが同時に存在しているばかりか、心が同居しているなんて。賢者アンセムもソラ君のその特異性に目をつけたのかもしれないね。僕たちはその仮説に基づいて検証を進めてみるよ。それじゃあまた。じゃあまた何かあったら連絡するからね。通信は僕たちとレイディアントガーデンと王様たちにもつながってるからね。ジミニー、モバイルポータルの使い方ソラに教えてあげてね。お任せあれ。
俺はロクサスを助けたい。だから王様やリクのようにまずはロクサスの心をたどるよ。空の心のままに進むのがいいってイエシッド様も言ってたしね。決まってるだろ。We'll be right back.
結局イエンシッド様に話さなかったけどよかったのかな。マレフィセントやシグバールのことだろ。今は王様やリクたちに余計な心配させたくなくてさ。それにもし何かあってもあの二人の悪巧みなら俺たちで何とかできるだろ。まあ、でも気になることも言ってたよね。ピートが言ってたやつだろ。どうせ大したことじゃないって。そうかな。お、なんか懐かしい。まず来たからそんなに立ってないよ。そうだっけ。空の中のロクサスの感覚なのかもね。うん、俺眠りの世界でロクサスに会ったんだ。あれはきっと俺の心の中にいるロクサスだと思う。そういえばデータの世界でも。データの空に心の痛みを受け止める覚悟があるか確かめに来たんだよ。心の痛み、わかるような気がする。リクやカイリがいなくなった時、キーブレードが使えなくなってドナルド、グーフィーと離れ離れになった時、大切な友達と離れ離れになった時の辛さとか悲しさ、絆があるからこそ心が痛かったんだと思う。心の痛みが絆なんだ。データの空と同じ音してる。どんな空でも空は空だしね。やっぱり心のつながりをたどって間違いはなかったよ。俺はロクサスを助けたい。どうしたの？ノーバディだ。さっきの声、何だったんだ？さっきの声って？何も聞こえなかったよ。空耳じゃない？そうかな。なんだよこいつら。アイスは後でいいでしょ。ちょっと待ってよ。
ほら聞こえたって違うか。あれハイネピンツオレットも何これわおーソラ悪い挨拶あとな。あ早く逃げて。助かったよ。ありがとうソラ。ハイネ、ピンツ、オレット、久しぶり。ん？久しぶりってほどでもないだろう。ドナルドとグーフィーも元気そうね。こんにちは。こんにちは、オレット。君たちがいるってことはまた事件かな。何言ってんだピンツ。あんな黒いうじゃうじゃ今まで見たことなかっただろう。かつてない。これが事件でないはずない。確かにね、白いグニャグニャは見たことあったけど、あんなのは初めて見た。これは調査のしがいがあるぞ。もう夏休みの自由研究は終わったでしょ。事件はともかく、ソラたちは何か用があってきたのよね。そうなのか。ああ、実はロクサスを探しに来たんだ。ロクサス？変だな、初めて聞く名前なのに。なぜか知ってるような気がする。どこかで会ってたのかもしれないね。はぁ、会ってたというか別の君たちと友達だったかもしれないね。ん？この写真って。うん、僕たちも持ってるよ。そうか、もう一つのトワイライトタウンか。こっち側になくて、あっち側にあるもの。あっち側で、僕たちとロクサスは友達だったんだ。ソラ、俺たちもロクサスを探すの手伝うよ。いいのか？こっちの世界でも友達になりたいからな。ああ、もちろん。じゃあ早速街で情報収集だね。他にも僕たちみたいにロクサスと関わりがあった人がいないか聞き込みしよう。うん、ソラたちはその写真の場所、幽霊屋敷に行くんだよね。街でのことは私たちに任せて。ありがとう。そうだ、確かこれ写真も撮れるって言ってたよな。せっかくだからみんなで撮らないか。ああ、いいねいいね。うん、ねえ、これ誰が撮るの？
しょうがないだろ、じゃんけんに負けたんだから。まあまあ、僕も一緒にいてあげるからさ。だったらウーフィー当たってよ。じゃあ取るよ。よく取れてるね。あ、幸運のマーク。幸運のマーク？最近私たちの間で流行ってるの。街のあちこちにこのマークが隠されててね、これを写真に撮ると幸運が訪れるんだって。へー。あ、このマーク見覚えない？いや、本当だ、見たことあるよ。おーしゃばしょ、おひだよな。いろんなところにあるみたいだから探してみてね。よし、じゃあ俺たちは町の人の聞き込みだ。ソラたちは先に幽霊屋敷に向かっててくれ。後で追いつく。わかった。